彫刻って動かないんですけど、うんうん、やっぱり触ったりとか、その360度から見れるっていうことの、うん、そのすごい説得力みたいなものが、やっぱり僕の中ではやっぱり絵とはちょっと違うなっていうことがあって、うんうん、それがすごい魅力で、彫刻を選択して、まあ、彫刻って見ていただく機会って、なかなかやっぱり立体物って、難しいんですけど、やっぱりパブリックスペースに自分の作品を置くっていうのは、すごい、まあ、僕の夢といいますか、うん、パブリックスペースにある作品って、やっぱりその、まあ、目印になるのだったりとか、その、うん、そこに、に集まる人を動かすようなそういう魅力がやっぱりあると思うので、渋谷のハチ公とかすごいペースですけど、なんかああいったところに作品を置いてみたりとか、なんかいろいろこう可能性が見えてくるような気はすると思います。